株式会社大蔵は日本の化学メーカー。旧社名は株式会社大阪造船所。かつては造船業、特に大規模造船事業をコア事業として展開していた。1979年、旧大阪造船所の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1936年。 日本の三大十億一万長者と称された実業家の南俊治により造船メーカーとして大阪府にて設立された。日本国有鉄道の大島丸を建造するなど造船業を中心とした事業展開で知られていた。その後、東京製鉄や大原造船所を併合するなど事業の拡大を図った。しかし、昭和の終わりまでに造船業からは、 完全に撤退し、事業の中心を科学工業に移した。住友商事、住友重機械工業と合弁で、長崎県に大島造船所を設立し、大蔵の大規模造船事業はそちらに集約された。造船業の一部、小型船の修繕事業を子会社の大阪、造船ドックに残した。二0 1年代に、大蔵の造船鉄鋼事業部が、往年の夢を再び、 と、タグボートの建造に再度乗り出した。ただし、既存の船台は使用廃止で埋め立てられており、一部、残っている部分も、建造船台として、使用不可であった。そこで陸上部の平地で建造し、浸水は、クレーン船を使用した釣り場浸水と船の、浸水としては、珍しい浸水方式をとっている。クレーン船はチャーターなので、 先代からの浸水に比べて費用がかかるが、タグボートが釣り上げられる様は相関である。往年の心臓船建造に携わった熟練技師及び熟練工はすでにおらず、修繕に関わっていた者等を集め建造を開始した。他社で建造された全船のコピーで基礎図面は流用できるとはいえ、修繕船と違いなれぬ心臓船の建造で引き渡し遅れ等建造には、 かなり苦戦し、当初は年間0から1隻の建造であったが、内海衛船の協力もあり、2017年には年間4隻の建造ができるようになった。建造席数増及び安定した建造を維持するため、同業他社での設計経験者やカナダドル経験者を採用し、また同じ子会社の大島造船の協力を経て軌道に乗ったかに見えたが、 約8億円の累積赤字が解消できなかった。2019年6月に大阪造船ドックは造船鉄工事業部に吸収合併された。2018年9月の台風21号では、福崎、木津川漁工場が被災し、ジブクレーン破損や事務所浸水など大きな被害を受けている。銀座クルーズが経営する銀座クルーズクルーズ現在は、 エアロゾル製品やモリーブデ電製品の製造販売事業、システム構築、販売、サービス事業、駐輪設備をはじめとする機械器具の設置工事事業などを手掛ける複合企業となっている。帝国データバンクの調査によれば、主な仕入れ先は、三井物産、竹内プレス工業、三谷バルブ、主な販売先は、アース製薬、カオ、資生堂とされる。また、 TDB 産業分類表で他に分類されない化学工業製品製造業に分類される日本国内601社のうち大蔵は10位だとされている。近年では日本銀行国際局局長などを歴任した統合住居を経営陣に招聘するとともに M&A を積極的に推し進めている。オムロンや産業能力大学からインテリジェントスクエアを買収し、 自社の情報システム事業部と統合し、新たにテ i アイスクエアを設立した。また、飛行船製造業のスカイピアを併合して、スカイピア事業部を設立するなど、飛行船の製造、販売分野に進出している。一部の子会社は、重工業メーカーの子会社としては、やや異色な飲食関連事業に携わっている。関東地方で高級レストランを経営する銀座クルーズや、 小豆島でのオリーブ栽培に乗り出した東洋オリーブも参加企業である。オリーブの作付け面積は日本一広い。令和の大城祭の香川県の供物の一つとして東洋オリーブの手摘みオリーブの実が献上された。東芝銀座ビルにて銀座クルーズが経営する銀座クルーズクルーズは銀座を代表するランドマークの一つでもある。 創業時の社名は、株式会社大阪造船所であったが、2000年に、株式会社大造に社名を変更した。その後、大造のグループ会社である、損害保険事業取引事業を営む、大造興産株式会社が、社名を、株式会社大阪造船所に変更した。なお、新大阪造船所は、旧大阪造船所の親会社である。1974年、 旧大阪造船所の航空写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成リアイスクエア大阪事業所銀座クルーズ本社、大蔵の参加の企業、および大蔵の参加に入った後統合された企業である。ありがとうございます。